スターホースポケット、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画旅行です。スターホースポケット始めていきましょう。ごきげんよう。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。お、これはスタバレリーナですね。夢を買おうと思えばいいんじゃないかしら。メダル100万枚突破しました。中距離か。元気いっぱいね。502キロですね、ベストバー体重は。前走ですね、菊花賞を取っております。一応中距離って書いてますが。どうかしら。大根か。うん、いい感じじゃない。ってことは中距離っていうよりはクラシックからやや長距離傾向であると思いますね。そういえばさーて、ちょっと不安が。ちなみにベストバー体重は岡部さん何かよ。504じゃ重いんで502キロですね。いい感じだわ。大根か。今週はレースがあるわね。いいわね。で、大根ですね、プラス4キロですか。うん、いい。何かよ。状態がちょっと無理な仕上げをしてしまった感はあります。これがどう影響するか。有馬記念出走です。さあ、トレーニングの成果を見せなさい。ただいまより投票受付を開始します。すごいな、有馬記念で 1.4 倍って。しかもぐるぐるです。対抗メジオマックイーンですね。力はだんだんつけてるはずなんで期待したい。武豊はメジオマックイーン乗ってますね。負けない。マックイーン、これがマックインです。負けられません。大優作、これがびっくり、大優作だですよね。100枚買ってきましょう。最地上寺の赤もいるのか。
さん、年末の年末といえば有馬記念です。幾多の名勝負が繰り広げられてきました。和歌山競馬場 2500m、 どんなドラマが待っているんでしょうか。ルカク7番、まあまずまずスタートですね。あなたの夢はカタノアラビアンか、それともメジロマックイーンか。先行グループからまず見てまいりましょう。9番藤山健山が行く構え、ライダーヘリオスが上がってまいりました。そしてその後ろからヤマニングローバル内を通りまして、お最中行事1番プリンス氏、その外メジロマックイーン、メジロライアン、カタノアラビアン、カリブソングが並んでいます。そして内からはプレプラスに、この辺りちょっと離れている5番ナイスネイチャー、探し合いて大優作、もう一度前の方でありますが、11番ライタクヘリオスの先頭です。その後ろ3馬身くらいあって藤山健山、それから1番ヤマニングローバル、お祭地行事がそのうちにいます。縦長になってまいりました。そのうちに1番プリンス神、それから足毛の馬体メジロマックイーンであります。外を通ってメジロライアン、7番カタノアラビアン、どのように差を詰めていくか。その外からはカリブソング、その後ろでありましょうか、プレプラスに12頭、これから向こう正面であります。ちょっと離れて5番ナイスネイチャーであります。そしてしんがりから6番大優作という展開です。果たしてドロマが夢をつかむのか。先頭を行く大宅ヘリオス、3馬身リード、ちょっと離されまして9番藤山健山、そしてその後ろからヤマニングローバル、2番おさいち行事、ほとんど馬体が合っています。内から1頭1番プリンス神、その外に3番メジロマックイーン、メジロライアンが、その後ろ中山のスタンドが揺れています。カタノアラビアン直線伸びてくるのかどうか。さあ、マクインはどこに、マクインは前にいる。7番カタノアラビアンが先頭、3走走だ。大田クイーンさんは狙ってるが、一気に抜け出そう。1番内大田クヘリアスが粘っている。カタノアラビアン先頭に立った。ものの見事に切れたのは7番カタノアラビアンだ。ダニエル・クワゲンの1周堂々たる勝利です。あー、外回されながらなかなかすばっごい勝利でしたね。いい感じだわ。こういう適性が結構幅がでかい。7番2着11番、安いってことは言えるでしょうね。以上のように確定しました。嬉しいですね。クエスト達成よ。気合い十分ね。何でしょう、メロンですね。いい感じじゃない。何か用？はい、というわけで、もう有馬記念制覇してしまいました。メジロマックイーン、WBC に初出場したいと思います。果たして